天安門広場にやってきました。今日は2016年4月25日じゃない24日だ、明日から25日、北京モーターショーなんですけども、ここに来るのは何年ぶり？前回はモーターショーの会場の近くにいただけで、歩いて通ってすぐ帰っちゃったので、市内は全然来なかったんですけど、多分、今から4年前12年かその前かって感じでしょうかね、来たのは。まあ、偶数年が北京賞の年なんで、2008年、10年、12年、14年、今年16年ということで5回目なんですが、今日は日曜日ということで、ご覧の人の山です。まあ、特にこの天安門の向こうに、まあ、紫禁城があるんですけども、何があるかなっていうことはないんですよ。物、建物の造作一つ一つがどれも大きくて、あれは確か人民大会堂だと思うんですけども、あれも、まあ、中国全土から共産党の委員が来るっていうことになると、あのくらいのスケールがいるのかなっていう気がしますけど、どうなんでしょう。まあ相変わらず空気は、まあ、この映像でどこまで映ってるか分かりませんけども、白く濁っていて、もう着いてすぐに喉がもうだらっぽくなってるし、鼻は詰まっちゃうしですよね。まあモーターショーそのものはまた違った発見があると思うので、楽しみにしたいと思いますけれども、前日の日曜日は、まあ、こんな感じです。